シュラマル。ねえねえ、水木さん、海外旅行に行きたいんだけど、漢字やって。花江さん、こんにちは。海外旅行に行く予定はしばらくないから無理かな。花江さんがやればいいんじゃないの。ちょっと、せっかく私がお願いしてるんだよ。なのにその態度って何？ありえないんだけど。そこは普通さ、ありがたいです、やらせてくださいってとこでしょ。はぁ、漢字って結構大変なんだよ。しかも海外とか余計に大変だし、家族で行けばいいじゃんよ。ありえない。はぁ、ありえないって言ってんの。だって水木さん、旅行によく行ってるじゃん。漢字だってしてるのに。なのに、なんでやってくれないの？あのね、旅行はタダじゃないんだよ。だから何？ママ友が困ってるんだから漢字くらいいいじゃん。そのくらいのこともできないの？それ、そのままそっくりお返しするけど、そんなに簡単だと思うなら、そのくらいのこと自分でやりなよ。だから、私はできないの？苦手なの？知らねえよ、うっせえな。ねえ、海外旅行の漢字してよ。私フランスとか行きたいな。地中海もいいな。身近なところなら韓国でもいいし、ママ友旅行中に整形したらみんな驚くかな。どうでもいいんだけど。どうでもいいって何よ、真剣に話してるのに。ねえ、水木さんが漢字してくれたらみんな安心よ。ほら、今回の子供会の役員でみんなで行こうって。本当に行きたいなら自分で漢字をして、それにまずみんなに聞いてみたら。みんな行きたいって言うよ。だって海外だよ。海外怖いって人もいるでしょ。それにお金がかかるんだから。水木さんの手にかかればお得になるって。そんなの限界があるでしょ。いい加減にしてくれない？ちょっとしつこいよ。だってさ、友達が海外旅行に行ってるのよ。聞いてみたらママ友旅行なんだって。地味な子がママ友と海外旅行なんてありえないでしょ。何がありえないのよ。行きたいなら他の人誘って。やだ、水木さんが漢字してくれないとやだ。いいの？みんなに悪評広めちゃおっかな。水木さんが私に嫌がらせしたって言ってもいいの？別に勝手にすれば誰も信じないだろうし。へえ、強気だね。水木さんのことを嫌いな人だっていると思うけど。そりゃそうでしょ、人間だし相性はあるよね。何それ、もっと取り乱してもいいじゃん。ねえ、漢字して、漢字してよ。旅行行きたい、海外。うるさ。私の名前は水木、猫好きの兼業主婦です。今日のエプロンは猫の肉球柄、可愛すぎて倒れそう。さて、花江さんは子供会関係で時々関わるママさんなんだけど、この通りしつこいし、私は苦手だよ。それに意地汚いところがあるんだよね。だからなるべく関わらないようにしてるんだ。財布忘れたと言って支払いから逃げようとしたり、そういうことが多いからなるべく関わらないようにしているの。そんな人から旅行の幹事をやってくれって頼まれて、やる人なんていないと思うんだ。しかもママ友だけの海外旅行、花江さんとの旅行なんて絶対に無理だから。ということではっきり断ったんだけど、1ヶ月後、なんか花江さんから変な連絡が来たんだよ。旅行の漢字引き受けてくれてありがとね。海外超楽しみ。3万くらい持っていけば足りる？足りない分は漢字が払うよね。何一人でわけのわからない話してんの？え？もうやだ。水木さんってば人が悪いわよ。だって、みんなで旅行に行くんでしょ？水木さん漢字で。このタイミングでそういう話になるってことは海外よね。私が提案してあげたんだからさ、企画料とかくれる？あの、誰も花江さんは誘ってないけど、しかも勘違いしてるよ。はぁ？ちょっとふざけた冗談やめてよ。みんなが話してるの聞いたんだから。確かに旅行の漢字にはなってるけど、それ国内旅行だから。というか、日帰り温泉旅行。普通にみんなでちょっとお出かけに行こうってだけだよ。え？絶対に嘘だよ。だって、え？なんでこんなことで嘘つかなきゃいけないのよ。ま、そういうことで、今日はみんなで温泉楽しんでるから。ちょっと、それおかしいじゃない。え？今日なの？なんで？私家にいるのに、みんな温泉にいるの？だって、
誰も花江さんなんか誘ってないし。なんかって何よ、なんかって。なんで私のことのけものにしてるの。ありえないんだけど。むしろなんで花江さんを誘わなきゃいけないのよ。普段から仲いいママたちで行くのに仲良くない人誘わないでしょ。何よこれ、バカにして。水木さんのお金で海外旅行を満喫できると思ったのに。それがもうおかしいでしょ。なんで幹事が旅行の費用を払うわけ。そんなあるわけないでしょ。てかこうは。でも幹事っていろいろとお得になるんじゃないの。私知ってるんだから。だってネットで見たのよ、幹事はお得だって。それで結構儲けてる人がいるって。その分払ってくれてもいいじゃないのよ。何も知らないじゃん。確かに幹事だけがちょっとお得になる居酒屋のプランとかはあるけど、ママ友旅行でそんなのないよ。そんなのおかしい。だって自分が得しないのに幹事なんてやるわけないじゃん。絶対にみんなから多くお金もらってるんだよ。あのね、意地汚い花江さんと一緒にしないでよ。あんたすーぐちょろごまかそうとするんだから。そういうのみんな気づいてるからね。何よ。じゃあ私たちは温泉を楽しんでくるから。私だけぼっちなの。そういうわけでもないよ。あくまで親しいママさんたちと言ってるってだけだから。もういい。なんだこの人。なんかネットで見た情報を変に覚えちゃって。幹事は儲かる。じゃあ旅行費用くらい出してくれるはず。どうせ出してくれるなら海外がいいなーって進化していったみたい。マジでドキュンの考えることはよくわからないよ。ちなみに私が幹事をやるって話を聞いて海外旅行だと思ったらしくてさ、パスポートを取りに行っていたらしいよ。旦那さんにも伝えたところすごく謝られたっけ。なんでもトラブルになったのは私だけじゃないんだって。私以外の人にも旅行や飲み会の幹事を無理やり押し付けていたみたい。もともと世間知らずなところはあったのだけど、ここまでよそに迷惑をかけるなんてと、旦那さんは不便になるくらい小さくなっていたよ。さてその後だけど、この辺りは気の強いママさんも多いからね、見事に反撃されているみたいだよ。ねえ水木さん、助けて。あれ花江さん、何を助けてって。よくそんな連絡してくれたね。ごめんなさい、私本当に何も分かってなかったの。本当に自分でもバカすぎて嫌になる。ごめんなさい。ん？前は反省してなかったのに、いきなりどうしたの？それがね、他のママさんから儲かるなら自分が幹事やればお小遣い稼ぎになるって言われたの。旅行なら大変でも飲み会とかランチ会ならいいんじゃないかって。はあ。じゃあ私もやってみようって思ったんだけど、当日みんなちゃんとお金払ってくれないの。払ってくれない？だって予算とかちゃんと決めたんだよね。うん、でも足りないの。3000円のランチコースなのに500円しか払ってくれなくて、足りないのは幹事が払うものでしょって言って。ああ、完全に自分がしたことやり返されてるじゃん。私本当にバカだからこうなるまで気づかなかったの。本当に本当にごめんなさい。まあちゃんと分かったならいいんじゃない。それで水木さん、みんなに言ってくれない。なんで私が。だってみんながお金払ってくれないから私が全部払ったの。夫婦のお財布やカードは旦那に取り上げられちゃったから、結婚前の貯金で払ったのよ。いやだからそれ私は関係ないじゃん。あの、他にも予約しているお店たくさんあるの。今日もこれから飲み会なんだ、駅前の修羅八で。キャンセルしようと思ったんだけど、もうキャンセル料 100% なの。普通に飲み会開いてお金払ってもらうしかないでしょう。でもまた幹事だからってお金払ってもらえないかも。お願い助けて。ちゃんと理解して謝罪できたのはいいことだと思うけど、だからといって助けたいかと言われたら別だよ。え？私だって嫌な思いをしたんだから、花江さんのことを助けようとは思わないかな。自分がやったことなんだから自分で解決しなよ。てかそもそもあんたの人間性大嫌いだし。そんな。結局飲み会もほとんどの人がちゃんと払ってくれなかったそうだよ。相当長くになったらしく、花江さんの貯金はすっからかん。夫婦仲も相当冷え込んじゃってさ、離婚になりそうって話だね。ちなみに参加していたのは花江さんの被害に遭った人たち。まあやり返したい気持ちもわかるけどね、同じレベルになってもな、という複雑な気持ちもあるかな。
私はそんなことよりも猫好きの交流会に参加する方が忙しいよ。うちの猫ねね丸は保護猫カフェにいた子なんだけど、そこから猫をお迎えした人たちとお茶したりするんだよね。先輩方がいろいろ教えてくれるから、いつも目も必須。おすすめのキャットフードとか本当に参考になるんだ。旅行や飲み会、ランチ会、人と集まる機会はいろいろあるけど、やっぱり自分自身が楽しめるものじゃないとね。今後も幹事をすることはあると思うけど、楽しさ一番、そこは忘れないようにしたいよ。最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録、高評価をお願いします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。